お世話になります。ひとりでございます。また緊急で道具のセットの配布が行われましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。なぜこの配布が行われたかというと、なんかどうやら韓国でなんか配信されるとか、そういう感じみたいですね。まあそれ全然理由になってないですけど、とりあえずまあ韓国で配信っぽいのがあって、まあ企画でそれ関係っていうことですかね。まあそういう経緯はどうでもいいですよ。まあとにかく受け取っていきましょう。受け取り方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物からですね。で、今回シリアルコードございますので、不思議な贈り物を受け取るでシリアルコードで受け取るでやっていきましょう。で、シリアルコードにつきましては A、D、V、E、N、T、U、OR、E、B、Q、F ということで、アドベンチャーBQF。 これちょっとよくわかんないけど、まあいいよ、そういうの考えるのやめよう。もうそういうの考えたって何もならないよ。実際そうですし、まあいいや、やってこう。これで受け取れますね。贈り物探してくれた、はい、ラッキー。これで道具セットプレゼントですね、もらっていきましょう。はい、道具セットが入ったプレゼント箱がここに落ちて、絶対はみ出るだろって話なんですけどね。とかそこに入りきるのかっていう疑問もありますけど、そういうとこ突っ込むのやめよう。そういう無駄なことやめよう。はい、ということで道具セットプレゼントで、でかい金の玉12個、 KK 飴 XL 12個ということで、まあ KK 飴も飴ですから、おそらく丸でしょうから、まあ玉がもう24個あるっていうことですね。そういうのを持っていただけたら分かりやすいんじゃないかなと思います。 でかい金の玉確か2万円かな、なので24万円、手に入るっていうことですかね。でさらに KK 飴 XL 12個、まあまあこれはそうでもないか、だってレイドを何回かやればねすぐ手に入るし、まあそんな大したものではないですけど、でかい金の玉もそうだけど、ちょっと今更もうね、剣立てすらほとんどの人はやってないような状況で、この配布来たところで、あ、じゃあ俺今から剣立てやろうみたいな人はあんまいないと思いますけど、とりあえずでっかーい金の玉もらえるので、みんなやりましょう。まあなんだかんだ言ってでかい金の玉は嬉しいですからね。てか思ったんですけど、でかい金の玉って結構配布ほんと多いっすよね。ただこんな頻度で解禁の玉うんじゃねえよ。テロリストじゃない。